静岡県藤枝市立青島小学校6年石上里奈です。6年中浦優斗です。よろしくお願いします。私たちはエネルギーの無駄遣いをなくそうというテーマを設定し、鉄板のプログラムの作成に取り組みました。テーマを設定した理由です。私たちの小学校では移動教室や帰る前は部屋の電気やエアコンは消すのが決まりですが、消し忘れてしまうことがあり、電気を無駄遣いしてしまう時があります。また私たちの通う青島小学校はクラス数が藤枝市内で一番多いので、一日のエネルギーの使用量も多いです。また私も実際に電気を消す係になった時、忘れてしまうことがありました。さらに私たちの住む日本は先進国が加盟する OECD の35カ国中34位とエネルギー自給率がとても低い国です。国際情勢などによって安定的にエネルギー源を確保できない恐れがあります。そのためロボットが人々の生活をサポートすることで、みんながそれを意識するようになると考えました。私たちの通う青島小学校から電気の消し忘れをなくし、エアコンの適切な利用で無駄遣いがなくなることで、エネルギーの大切さをみんなに知ってほしいと考えました。関連する SDGs の目標は7のエネルギーをみんなに、そしてクリーンにと11の住み続けられる街づくりをの2つだと考えられます。課題として電気の消し忘れが多い、それによるエネルギーの無駄遣いが多い、放課後の教室を見回る時の先生の負担が大きいといった課題があります。ペッパーを使うことでこれらを解決しようと考えました。そのために明るさや気温を管理するプログラムが必要になりますが、テッパーにはそういったセンサーが搭載されていないため、マイクロビットを使って解決する方法を思いつきました。マイクロビットの活用方法です。テッパーがその日の曜日と時間を所得し、設定した時間になると教室にあるマイクロビットが明るさと温度をセンサーで感知し、その情報をテッパーに送ります。そう送られてきた情報をもとに、テッパーが電気の消し忘れとエアコンの利用基準温度異常かを判断し教えてくれます。マイクロビットとペッパーのプログラムはこのようになっています。この部分が明るさの値を、この部分が温度の値を、それぞれペッパーに送るプログラムになっています。そして受信した値をもとに、ペッパーが明るさは35で以上であれば電気がついていると判断するため、移動教室であれば電気を消すように伝えてくれます。また温度は28度以上であればエアコンの利用を促してくれます。これは青島小学校の日課表です。青島小学校には A 州、B 州があり、それぞれ時間割や下校時間が違います。それも考慮した上で、移動教室の授業開始5分前に部屋の明るさを感知するように設定しています。実際のプログラムはこんな感じです。時間割とプログラムを連携させて、授業開始前になると自動で先ほどの明るさと気温を教えてくれるように設定しました。工夫したところと苦労したところは次の通りです。2種類ある日課とその時間割によって移動教室や下校時刻が異なるため、それぞれの時間に合わせたプログラムになっています。明るさの判定については、マイクロビットで取得した明るさの値をペッパーに送ることでペッパーが判定してくれます。そのため判定値の調整に苦労しました。またマイクロビットとペッパーの連携も大変でした。それでは実演します。こちらはペッパーと連携させたマイクロビットです。まず A 州を選択します。今回は動画用に4時22分になったら明るさと温度をチェックするように設定しています。いい日課ですね。今の明るさレベルが43、電気がついています。今の教室の温度は30度、28度を超えているのでエアコンをつけましょうと、このように明るさの値が35以上であれば電気の消し忘れを、温度から28度以上であればエアコンの利用を促してくれるプログラムになっています。以上です。最後に今後の展開です。現在のプログラムは自分のクラスのみの設定になっていますが、今後は青島小学校を全クラスで活用できるよう時間設定を実化させ、プログラムの効率化を図っていきたいです。またそうすることで先生方の負担軽減にもつながると思います。そして実際に使っていることでプログラムの改良に取り組んでいきたいです。以上で発表を終わります。ありがとうございました。